ひめかです。ピンクラテ TV 始まるよ、イエーイ。はい、今日の企画はリモートで音ミュートにして伝言ゲームです、イエーイ。イヤホンガンガン伝言ゲームとかはやったことがあると思うんですけど、それはイヤホンして口の動きも見るけど音も若干聞こえてるよみたいな感じなんですけど、今回は音が全く聞こえない状況です。私が今伝言するメッセージを考えて、それを音をミュートにしてメンバーに送るという企画をしていきたいと思います。それではどうぞ。早くみんなに会えますように。みんなに会えてないので、その会いたいよみたいなことを伝えるメッセージにしようかなと思って、これを音ミュートにして送ります。エコです。ひめかちゃんからリレーが回ってきたので動画見ていきたいと思います。最初会って言ってるんですよ。なんかあ行の赤さだな浜やらはの行を言ってるので、多分それだと思います。あ、はい、じゃあ分かったので行きたいと思います。じゃあ行きます。 I love you だよね。はい、では次のメンバーに回していきたいと思います。どうぞ。アリアです。エコちゃんからリレーが回ってきたので見たいと思います。よ、ん、5秒動画です。あ、最初は分かりました。 I am って言ってる気がしますけど、そっからが難しい。え、 I am なんちゃらにんにんにん、待って、 I am I am ピンクラテかな。あ、絶対ピンクラテだ。じゃあ I am ピンクラテ行ってきます。え、全然わかんない。あ、うん、あ、はい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 、なんちゃらピンクラテって言ってるかな。わかった、多分合ってると思う。 I love ピンクラテだと思います。はい、ということで最後はひなです。じゃあレイラちゃんからピンクラテかどうかを見ます。もう一回見ます。え、めっちゃゆっくり喋ってくるから分かりやすいですね。全く分かんないんだよ。これ多分最後はピンクラテって言ってると思います。口の形がってなってると思う。最初がでも全然分かんない。なんか、あ、え、あ、え、分かったような、分かってない。え、ちょっとじゃあいきます。みんながつなげてた言葉はI love ピンクラテです。早くみんなに会えますように。ということで、やっぱり口パクでなんか音がないマナーモードだから全然わかんなかったです。はい、ということでどうだったでしょうか。皆さんもぜひねやってみてください。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。